格さら言っていいんです。一大事でさ。飯の邪魔すんじゃねえ。おめえが食われていいのか。すいません。ですが東の方から大軍勢が攻めてきてるんだやせ。なんだと。東ってと五とかいう連中だな。面白いじゃないのさ。この喧嘩勝っておやりよ。戦の準備だよ。急ぎな。五の大将周邦が埋伏の賊となり、魏軍を敵庭に誘い出す。待ち構えていた五軍はこれを打ち破ることに成功した。この勝利により両国の勢力は発注する。弘武4年、中原の安定を見た呉は南蛮の地を目指した。勢力を南方へと広げることにより北に広大な領土を持つ魏よりも優位に立とうとしたのである。呉による南征の知らせは南蛮王孟獲のもとにも届いた。孟獲らはこれを迎え撃たんと急ぎ軍備を整える。進軍する陸遜らを待っていたのはかつて見たことのない軍だった。この戦いは侵略ではありません。彼らの心を攻め、我らに帰順させるのです。このわしに潰されてえか。おめえらの陣見切ったわ。次こそは覚悟せえ。敵将討ち取ったり。私たちも頑張りましょう。来ましたか。早かったですね。なんだこいつら、嫌が効かぬ。
は抜かせませんよ。行くぞ。また捕まっていただきましょう。
討ち取ったり。この地には毒の泉があると聞きます。毒の川は迂回して兵を進めてください。一気に押し潰します。一気に押し潰します。負けておらんぞ。大王、お逃げください。すまん。
さに不屈の闘士ですね。なぜわしが引かねばならん。私たちも遅れを取るわけにいきません。何？我が夫への度重なる侮辱、死をもって償わせてやる。どうしているところでしょう。大丈夫ですか、ダイオ。私たちも遅れを取るわけにいきません。
我が軍は抜かせませんよ。
ねえぞ。